やったー、ケケです。今回のコメントはですね、まあ、5月5日にエリクサー5だけデッキでグラチャラ12勝やりたかったっていう動画のコメントなんですけど、次は西暦5555年にお願いします。俺はやるけど俺より先に死ぬなよ。はい、ということでやっていくんですけど、今回はですね、枯渇格上角刈り道ということでね、まあ、角刈りは関係ないんですけど、枯渇格上刈り道やっていこうと思います。現在、11統一で5396、まあしばらくは11統一でやっていこうかなと思ってますということで、おー、バルキリー25枚、嬉しいということで、まあ早速角刈りを倒していこうと思います。レッツ角刈り。あ、よろしく。そういえば前、いや話したかな、わかんないんですけど、いやせっかくならさ、やっぱ角刈り絡めてやりたいなと思って、目標を決めて届かなかったら角刈りにするみたいな、格上狩り道でもやっていきたいなと思うんだけど、ちょうどいい目標が全く分かんないから今んとこ保留だな。さあ相手は12レベルで枯渇かな。枯渇対決ね、なんか結構苦しいんだよね、格上のやってると。何が苦しいんだろう。プリンセスが強え、あと、あ、バルキリーとかがやばいんだよな。ナイトならいいんだけど、バルキリー、格上のバルキリーマジ強いんだよね。あ、まあいいか。これは、うわ、バルキリー来た。これ14レベル、これナイトだけで止まんのかな、さすがに。いや、なんか止まんなそうだぞこいつ。あと一発、あー、止まる限りなら OK。 さあこれはロケット打ってもいいんですけど、まあロケットが弱いんで、ロケット削りにあんま期待せずにプリンセスからいきます。とはいえ、まあ、格上バレルでもギャング完封はできるんで、しっかり場所を見極めたんならギャングで完封していきたいですね。で、ギャングを防衛に使えたなら攻めにウッド使えると。いや強すぎだろこれ。プリン食うだろ。ああ来ないんだ強すぎなんだけど。あ、来る、これバレル。いや早めにギャング回しとくか。ギャング回しといて、プリン来たら姉妹ギャングして、バレルだったらしっかりバレル完封していきたいね。バープリンから入って、よいしょ。まあまあこっからでしょう。まだ相手もね、そんなロケット削りとかあんま知らないと思うんで、そこに対してつけ込んでいきたい。これ打っていいね。うわ、後ろ回りか。やばい。当たれ？うわ、当たんないの結構やばいな。これ早めにインフェ置いといて、プリンセス警戒、オッケー。これプリンでいいな。やべ、間に合うかな。ねい！まあ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 。まあこれはおそらくギャングが来る。よいしょ。ギャングに勝てんな、こいつ。うん。これ切り来るんだ。悩むっすね。アイスピがやられるのがしんどいんだよな。例えば格上歴とかにアイスピがやられちゃうのがしんどいっすね、最近の悩みといえば。でもなんか格上ガリドーのさ、その今までそんな格上ガリドーでなんかイライラすることってなかったんだけど、ストレス分かったわ。結構辛いなこれ、苦しい。バルーンとかが苦しい、マジで。さあロケット削りしていって、ウッド使ったんでバレル飛ばす。いや、8枚プリのタイミングが読めない。でもインフェ置いといちゃいさえすれば OKOKOK。タゲ取ったらプリンでこんな感じで狙い撃ちっすね。ウッド使ってきたらバレルが刺さる。いや、これワンチャンさ、隠せばさ、いや、でもバルキリーを放置できねえ。隠せば絶対見えないと思うんだけど。いや、さすがにわかんないでしょ、これ。この戦法。ああ、普通によくやる、なんならみんな。すげえ速い速度で飛びついてきたけど。てか、やばいな。ロケット削りバリバリ知ってるし。あ、
れちゃう、普通に負けた、これ。お、ロケットが強い。あれ、俺の方が少なかったかな、ロケット撃ってるの。マジっすか。ちょっと待って、もう一戦行こう。悔しい。よろしく。さあ、とりあえずバレル飛ばして、もう容赦なくやっていきます。で、格上12レベル相手がキングタワーだとアイスピが刺さらないんで、まあ、バレルにあえてタゲを取らせてアイスピを刺しに行くとか、そういったちょっとした工夫が必要ですね。うわ、お、来た、出た出た。ちょっとマジバルーンやばいんだよな。これ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 でお前一発入るからな、マジで入るなよ、入る。やべえ、マジでバルーンストレスやばいんだよね。最近肌荒れてきたもん、バルーンストレスで。いや、でも勝ってる勝ってる、勝っていこう、しっかり。なんか相手レベル鬼じゃない、ちょっと。あ、ここでアイスピテクニック、ウッドアイスピテクニックなんですけど、これ同時にやると、もう格上とか関係なしに。ずっと生き残ってんだけど、あいつ。ちょっと待って、やばいな。でもバルンデッキって基本的にロケットとか入ってないから、ライトとか。呪文削りでは弱いし。さあ、ここはもう絶対来るだろうという。インフェがね、強いんだよね、マジで。インフェありがたい、様々。大体のユニットインフェでしか溶かせない。インフェ以外はなんかダメージが上がるとかそういうのがないから。あー、これ下手だな。ナイトだけでよかったかも。うわ、こんな、なんか今入りそうじゃなかった。うお、めっちゃいいファルチ。すごい、俺ナイト負けんでしょ。お、結構頑張ってる。これはロケット打っていいな。でもちょっと待って、わかんねえんだけど、入る、これ入るんかい。ちょっと待って。ちょっと待って。どうしよう。とりあえず、短期飛ばしていって、もうインフェで守りまくる。それ以外ない。うわぁ、ちょっとフェイントとか、フェイントじゃねえわ。まっすぐな男だね。フリーズとか怖ないよな、フリーズ。いや、よかった。もう、ランバルフリーズされたらさ、どんな防衛しても止めらんない。クララって基本的になんかそういうのってあんまないんだけど、どんな防衛しても止められないとか、この状況下においてはあるんだよな。で、バルキリーとか入ってないからギャング追加が強いね。え、ランバーとかしてほしい。ちょっと待って、気づいたわ。さっきなんで左のプリンセスいなくなってんだろうと思ってたら、ファイスピてめえやりやがってんな。はいはいはい、これはギャングプラスプリンプラスウッドだね。硬すぎだろ。ラム肉硬いって言うしな。そりゃそうか。あぶね、いい、めっちゃいい。まあ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 、常にインフェは残しつつね。フリーズがないからね。いや、インフェマジで最強。ありがてえ。これなんだろ、インフェ残るっしょ。オッケーオッケー、ここまで来たらね、勝てるんだよね。このインフェをうまく使えれば、全然格上に対しても立ち回ることができるんで、すげえ、バルーンラムっていうすごいデッキだったんですけど、勝てます。相手ほぼオールカンストじゃない。インフェの使い方次第だね、本当に。だから、テスラコカツとかだったらマジで。ボロ負けだと思う。ちょっと今日は5400あたり目指していきたいね。さあ、よろしく。相手12だからアイスピでもタゲを取るイメージじゃなくて、バレルでタゲを取るイメージ。アイスピでタゲ取ってんな。おーおー、ギャングッドで入るかね、一発。いや、めっちゃバレル入った。オッケーオッケーオッケー。あー、これね、キングキドちょっとガグマレ追加とか怖いけど、まあまあまあ。後ろ行く。メガナイトいつになったら倒せんの？俺。やばこれ。ちょっと待って、まずい、もしかして。一応バレル出しとくか。いや、いいバレル。いや、ちょっと待って、インドラも。やばいこれ。
強い強い強い、嘘嘘嘘、おおおおお、強すぎるわ、びっくりした、いやホグ来るでしょ、あーよかった、4個ソグとかだったら多分終わってたね、ホグはユニットでほぼほぼ完封できないっす、だからもうインフェで守るしかない、でもそうなるとメガナイトの防衛がきつくなるから早いうちに緊急度しないといけないんだけど、メガナイトの後衛って基本何かいるんですよ、その何かメガナイ何かを溶かしきれないんだよね、メガナイトがまず溶けないから、メガナイトが溶けないとユニットだけ同士の対決になってしまって、それだとねこっちに具がないんですよ、これは大丈夫でしょ、いやーこっからまくれるかな、まあ、インフィックスってちょっとね他のデッキ、いやこれどうしよう、いや俺さ普通ならさ許容してギャングとかで後から受けるんだけど、ちょっと怖すぎるわ、いや許容しよう、あーちょっとどころかめちゃくちゃやばい、いや頼む頼む入るな、オッケー、おおめっちゃいい、えめっちゃよくない、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、よし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 、丁寧に丁寧にいい許容、本当に格上に対してする許容、マジ心臓にギャラヌドゥが生えてないとできない、僕は生えてます、心臓にギャラヌドゥが、ちょっとインフェ先置きして、いやー怖いねー怖いねー怖いねー、アイスピ出してから、いやちょっとギャング出せないわこれ、もギャングをメガナイトに踏まれた瞬間に終わる気がする、てか相手寝た、まあ遅い時間だからな、うーん起きてるしっかり、いやさすがにか、ロケットオッケーオッケーオッケー、ホグ来るでしょ、ただフリーズ使ったでしょ、ここオッケーで裏、よし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 、やべえ穴目が鬼削ってる、いやーオッケー いったろ、えちょっと足りないこれ、足りない、危ねえ、よし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 、オッケーオッケー、このもうインフェが本当に命綱、インフェです、インフェがあれば何でも勝てます、さあ5400到達、どんどん行こう、到達してたか、さてはちょうどさっきので到達してた気がする、さあさあよろしく、これラスト一戦にしようかな、とりあえず今回は初回からだいぶね感覚空いてし、うん来た、カンストイリババさ、インフィクカッツ使ってさ止められない、止められるカードが存在しない、共感してくれると思うんだけど、ああ止めるカードが存在しないんだよね、あやべ、あそれやばい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、じゃあ俺一回も攻めてないんだ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ウッドザップか、もう511圏内だわ、やべ、おでこひ、うわ5入ってんの、マジか、希望ねえじゃん、ちょっと待って勝てるかな、ここから出た、それいやセパがね一番嫌なんだよね、普通に隠したがりしてるわこの人、隠したのやられて嫌なことが分かってら、まあまあまあ厄災は消えるでしょう、いや痛すぎ、ちょっといやこれ絶対入る、危な、入ってたな絶対、てか左も1500って、いやウッドめっちゃ使ってくるじゃん、さあプリンセス止めるカード今のところない、アイウィズがある、はいはいはい、いやザップ入ってんのアクシスだな、ザップかロイジャー来たら止まんないんだけど、まあギャング出してギャングにザップ使わせてインフェでロイジャーを処理するっていう手があるんだよね、まあそれしかないな、もはややべ絶望的、これ勝ったらヒーローになれる、あるよ、まあ、プリンに
丁寧に丁寧に外から外から処理しろ。うん、ちょっとマジでダメだ。おーおーおー、ちょっと待って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 、面白い面白い男いない、何もいないんだけど、あーマジ、やべえ、天然角刈りになりそう。次は勝つ。ご視聴あざした。